こんにちはゲートチャンネルの牧口です本日はですね、トゥルリア見ていきたいと思います。トゥルリアはですね、2005年に創業された、ジローだとか、レッドピンと同じようなですね、情報検索サイトなんですが、トゥルリアはもうジローのグループになってからですね、だいぶレイアウト等も変わりまして、ほぼほぼジローと同じような画面構成になっています。早速画面見ていきましょう。 こちらがですね、トゥルリアの、えー、トップページですね、えーまあ、ジローとかレッドピンと、えー、同じようにですね、えー、地名を入れて、えー、物件を検索すると、で、リストが載っていると、そういうことですね。で、トゥルリアは、えー、広告掲載型のモデルですから、えー、まあ、ジローと同じようにですね、エージェントを選ぶような形になるんですけれども、トゥルリアの最大の特徴は何かというと、ですね、このクライムレートというやつですね、で犯罪率というものが、えー、一目で分かるように地図で可視化されています。えー、まど、あ、どこでうういうふうな 犯罪が起こったのかとかですね、えー、そういったものがわかるというのが特徴になっていますで、アメリカの不動産はですね、えー、学,区のレ学区のレベルとあとは治安で、えー、ほどほぼほぼ価格が決まると言ってますから、えー、まあ、そういった意味で言うとですねこういった犯罪率がすぐわかるというのはですね、えー、一つ不動産を購入する人にとっては重要な判断基準になるということですね、えー、例えば、えー、トゥルディアマップっていうのもあるんですけれどもまあ、トゥルディアマップ見るとですね、えー、学校だとか えーまあ、そこら辺のですね、えー、犯罪率だとか、えーまあ、物件の購入のしやすさだとか、まあ、そういったものがですね、えー、グラフィカルに見えるようになっています。まあえー、これが犯罪ですね。で、す、ま、り、あ、があったのかとかですね、えー、強盗があったのかとかですね、えーまあ、そういったものが、えー、分かる。順により、えー 事件ががあっったたののかかかとととでですすね、ね。そうういいもるこ学校のレベルとかそういった購入のしやすさとかですねそういったものも一目でグラフィカルに分かるというのが最大の特徴になっていますこうしたですね、グラフィカルな表示というのはちょっと日本のポータルサイトにはない特徴になっていますから最近では本部とかは少し出し始めていますけれども今後ますますですね、日本の不動産ポータルサイトにまあ、 搭載されていく機能の一つになってるんじゃないかなというところで、えー、本日「トゥルーリア」の紹介でした。<music>